はい、サイクリスト編集部の松尾修作です。今回バイクインプレッションコーナーでご紹介するのは、こちら、GT の、GT ロードになります。こちらですね、アルミフレームを基本として、こちらでね、あの GT の特徴でもあります、トリプルトライアングルデザインを採用してまして、これまさかのですね、値段が10万切って税抜きで99,800円。これね、結構安いんですけど、どういった実力なのか、まずね、実際乗って確かめてみたいと思います。トリプルトライアングルデザインについて補足させてください。GT のね、バイクの代名詞ともいえるリア三角のデザインなんですけど、シートステーとシートチューブが接続してなくて、ブリッジがないのが特徴です。フローティングしている形になっていますね。これによって突き上げの振動がかなり抑えられてました。まあ、実際に大きな段差にちょっと突っ込んでみて試してみたんですけど、まあ、リアの収まりの良さは感じました。まあ、アルミフレームの中ではとても優秀な乗り心地だったと思います。まあ、走行に関して言えば、まあ、このバイクのんびりと流して走るペースがぴったりだったと思います。正直ですね、まあ、素材や仕様の関係で、まあ、重さがですね、結構あるので、まあ、俊敏性に期待はあまりできないです。まあ、その分ですね、安定性をなす要因にもなっていたので、そこは評価ポイントなのかなと思いました。まあ、フロントフォーク、これね、フルカーボンですし、まあ、ヘッドの下腕が大きいテーパー形状になっているので、まあ、あの比較的安価でも走りに関わるポイントは、まあ、しっかりしているなという印象は受けました。まあ、コーナリングで無理にこうちょっと寝かせてみたりとか、まあ、荷重を向きに、ね、かけてみてもよれない、まあ、堅牢なフィードバックがあったのはとても良かったなと思います。まあ、ワイヤー引きですね、ディスクブレーキが搭載されているのも一つポイントです。雨などで濡れても安定したブレーキングが、まあ、可能になりますし、ビギナーね、ほとんどディスクブレーキ、おすすめできるので、まあ、これは良かったなと思います。まあ、今回乗ったバイクしっかりと整備されていたもので、まあ、レバーの引きの軽さも油圧とさほど変わらなかったと思います。まあ、GT スポーツに限ったことではないんですけど、まあ、ローターが曲がりやすかったりとか、まあ、油を付着させるときがなくなるっていうのはディスクブレーキの特徴なので、ここ注意ポイントですね。ストライド中に速度40キロほどぐらいまでは、まあ、上げてみたんですけども、まあ、レースではないのでギアが足りなくなるってことはなかったです。ちなみにフロントが50-34で、リアが11-32の組み合わせですね。で、上りでもインナーローで 34-32T なので、このぐらいあればどの坂でも大体は対応できるのかなと思いました。コンポーネント違いの GT ロードコンプがあるので、変速のキレや、まあ、ミドル位置でのギア比をちょっと増やしたいなという方なんかは、そちら選んでもいいのかもしれません。まあ、安さの紹介から入ったんですけど、走りに関して言えば、カテゴリーを超えたものがあったと思います。街乗りやツーリングでは十分に活躍するスペックを持った、まあ、ロードバイクでした。はい。形状がフラットマウントということで、最新の規格を用いてるんですね。これ後ほど、まあ、ちょっとね、例えば油圧にしてみたいなと思った時なんかも、まあ、最新のものがまたつくので、グレードアップする際にも、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、これスルーなんですけど、ちゃんと12ミリのトレンドの規格なんですよね。走りも締まりますし、本当に安いんですけど、まあ、抜かりはない。走りに関しては妥協がないのかなと。すごい GT らしいデザインとね、その実用性のあるスペックを持ち合わせた、まあ、価格に逆に見合わないような本当にいいバイクだと思いました。まあ、どちらかというとね、やっぱり重量とかはあるので、まあ、速さを求めるというよりは、自分のペースで景色を見ながら気持ちよく乗るときにもう入るようなバイクかなと思います。以上ですね、GT ロード、インプレッションをお届けしました。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。サイクリスト編集部の松尾修作が、インプレッションをお届けしました。